野口幸潤は、茨城県新張郡に新張村出身の元プロ野球選手、宇藤右内。茨城県新張郡に新張村出身。中学時代は、地元のシニアクラブに所属しつつ、臨時で陸上競技にも出場し、走り幅跳びでは、県大会で優勝したこともある。藤城港に進学し、陸上部に入るつもりだったが、持丸周一監督と出会い、 野球を続けた。天性のバネを生かす指導を受け、鳥谷隆と並んで、長打力と強権を売りにした関東屈指のスケールが、大きい遊撃手として活躍。3年の夏は、上層学院に敗れてベスト8止まりも、俊足強権と、高校通算30本塁打が示す、壺にはまった時のパンチ力があった。1999年のドラフト会議において、 ヤクルトスワローズから一位指名を受け入団。2000年入団当初は長打力を秘めた走攻守三拍子揃った選手としてポスト池山龍冠が球団からの期待だった。しかし選手生命も危ぶまれた頭部支給などの事故が重なったため入団後しばらくは二軍で打率1割台から2割台前半という成績が続いた。2001年も 一軍に帯同して、オープン戦初出場こそ果たすが結果を残せず、二軍でも打率、143と振るわず一軍昇格はならなかった。この期間、野村克也前監督が導入した、アイディア球を折り返せず、コーチの指導も表面しか聞けていなかったと振り返っている。2002年7月3日に、イースタンの試合で頭部に支給を受け、約3週間戦線離脱した。 この間、自分の野球について考え、荒井ゆきコーチと相談しつつ、バットを短く持つスタイルへの変化に取り掛かった。9月12日に、故障の宮本信也に代わって、初の一軍登録を受けると、翌日の9月13日、対横浜ベイスターズ戦、途中出場からの打席で、千葉秀樹から、プロ野球史上44人目となる、プロ初打席初本塁打という、 花々しいデビューを飾った。この時、野口のバットは、ツーグリップほど握りを開けていた。2003年は、初の開幕1軍でシーズンを迎えた。スタメン出場はなかったが、1年間ほぼ1軍で過ごし、主にダイソーや守備固めで、自己最多の51試合に出場。本塁打は打てなかったが、5盗塁と、瞬足ぶりを発揮している。2004年は、レギュラー候補として、 シーズンを迎え、3月に入籍も発表する、充実したスタートとなった。開幕こそ2軍で迎えたが、宮本深夜の離脱に伴い5月2日から約1ヶ月、8番遊撃手としてスタメン出場が続いた。一時は打率も3割後半を記録し、4本塁打と打撃でも貢献していたが、右肩に不安を訴えるようになり、8月以降は、 スタメンを白石の隆起に譲って、ダイソー要員に逆戻り、オフの11月に右肩を手術することになった。2005年は1年間をリハビリに当てることになった。2006年はリハビリを経て2軍の試合に復帰。ファームでも指名打者や一塁手など、肩に負担のかからない形での起用が続いた。イースタンリーグでは最終的に打率27、274。 6本塁打、長打率、558、8投塁を記録し、持ち前の長打力、瞬速は健在だった。2007年、一軍出場はならなかったが、1年間を順調に過ごした。肩の負担は、短い距離で強く投げる内野の方が負担が大きいと、されるため、肩に配慮して、ファームの対外試合では、外野での起用がほとんどだった。打撃は、 持ち前の鋭さが戻ってきており、打率271、6本塁打、さらにはイースタンリーグ最多の51得点を3塁打の高記録をマーク。また2軍における自己最多の年間17盗塁も記録している。シーズン終盤には待望の内野での起用もなされ、フェニックスリーグでは2塁手として出場するなど、守備面で順調な回復を見せている。秋のキャンプでは、 スピードを生かした野球を標榜する高田茂新監督から期待の一人として指名された。2008年当初は2軍キャンプでのスタートだったが、2月15日に1軍キャンプに合流し、練習試合では本塁打を放つなどアピールに成功した。開幕こそファームで迎えることになったが、イースタンリーグでは攻守に発ツ,ツとしたプレーで、4月7日、 までに1本類打5投塁と好調を見せた。そのことが評価される形で、4月8日に2004年以来3年半ぶりの一軍昇格となった。一軍に定着しきることはできなかったものの、イースタンリーグでは10年ぶりの優勝に貢献し、最終的に打率、273、8本類打、16投塁を記録し、1類、2類、3類、外野を10試合以上守っている。 10月には、昇華試合いながら、再び一軍に昇格。10月7日の対中日ドラゴンズ戦では三塁一種で、スタメン出場し、本塁打、三塁打とンダを放って、あわやサイクルヒットの活躍を見せた。翌10月8日の対横浜ベイスターズ戦でも、三浦大介から2試合連続となる本塁打を記録した。かかとの怪我で最後まで一軍に帯同することは、 できなかったが、周期キャンプでは一軍メンバーに選ばれ、松山でプレーしている。2009年は、どこのポジションでも対応できるよう、7個のグラブと、ファーストミットを常に用意している。1塁17試合、2塁17試合、3塁4試合、左翼7試合と、ユーティリティブリを発揮し、ダイソーで出場した後そのまま元の選手の守備位置に、 つけるメリットがあるため積極的に、ダイソー起用された。自己最多の74試合に出場し、打率、263、11盗塁と期待に応える、活躍を見せた。2010年、2011年は、打撃で結果が残せず、福地久木、庭野正義らダイソー人の充実もあって、出場機会が減少した。二千十二年も一塁一種の畠山和弘へのダイソー。 守備固めとしての起用が多かったが、数少ない先発出場の機会には、打線の穴を埋め、故障者が続出するチームに貢献した。しかし、バントの失敗が目立ち、一軍戦力としての定着には至らなかった。2014年、ファームでは打率。316、9本類打、オプス、937と目覚ましい成績を残す、一軍でも打率。 286と一定の結果を残したが10月1日球団から戦力外通告を受ける。現在は現役を引退し、同球団の球団職員として活動している。2021年度より一軍マネージャーに就任。右肩の手術前は、長打力、瞬速鉄砲肩とあらゆる面で素晴らしい身体能力を秘め、試合での出場機会を増やすために、 スイッチヒッター転向やガイアコンバートという案もあったほど首脳陣からの期待も高かった。ただし当時のガイアコンバートについてはボールの落下点に対するセンスがないとされ若松勤監督直時々期時期にダメ出しされてしまった。一軍デビュー当初はひ弱な打撃を解消するために185センチメートルの長身ながらバットを極端に短く持って打席に立っていた。それだけに 上述のプロ初打席発本塁打は衝撃的なものだった。以降バットを短く持つスタイルは堅持しているが、普通はワングリップ程度、速球投手にはさらに短くと臨機応変に対応している。ナイターでもゴーグルをつけている。その方が球を見やすいと本人は語り、目を凝らさずに済むので肩への負担が抑えられるという。ただしその肩は感知しておらず、可動範囲は、 非常に狭いままである。そのためスローイングやバッティングに支障が残っているが、様々な工夫をしながらプレーをこなしている。元来瞬足であったが、プロ入り後のトレーニングによって脚力がさらに向上し、チーム一の伊達店に成長。秋季サイトキャンプ名物の階段上り、春季キャンプでの類感想では常にトップに名を連ねていた。盗塁はそれほど多いタイプではなかったが、近年は、 積極的な走りを見せるようになっている。ABCDEF 考える日々の口さちじゅん週刊ベースボール2009年7月27日号ベースボールマガジン社2009年雑誌2444から72735から39ページ来期の契約についてヤクルト球団公式サイト2014年10月1日配信山部市川端市 野口氏が少年野球指導者向け講習会を実施。ヤクルト球団公式サイト2016年5月28日配信。ありがとうございます。